宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ももこです。ちかこです。はい、なんか最近ね、宇宙に行った人が話題になってますね。あ、行ったの？どこに？どこ知らんのだ。まあなんかね、画像とか、動画とかは見たけど、なんか緑色の部屋かなって私たちも、ちかちゃんと、緑の部屋で撮ってたから、前。なんか合成の。合成やったことあるから、よくわかるよね。ちょっとチラッチラッと緑のところも見えた。まあ、そりゃ、プロ仕様だから、そういうことはないかもしれないけど、なんとでもなんかできるじゃん、もう。なんか、釣られてる服が出ちゃったとかね。で、こう、落っこっちゃいけないのに落っこっちゃったとか。ねえ。どうなんだろうね。でもあの人ってお金腐るほどあるから、お金で言うことを聞くっていうのは考えられないけど、まあそもそもゴムっていうこともまああるかもしれないけども、だんだんだってちょっと暴かれてきたわけじゃん。そのアポロ行ってないよとかさ、でさ、宇宙ナウとか言ってさ、なんかいかにも本当にありますよっていうことを言いたい、いけてますよっていうさ。それは、ね、世間一般的には、宇宙っていうものがあって、ロケットで、行けるよっていうのがもうね、月も行ってるし、人類は宇宙に行けるんだよっていうのが普通の定説じゃん。好きに。大体その大月さんの話だけどね、最近ね、っていう写真が結構ね、出回ってるじゃないですか。普通はですね、大月さんはね、もちろん大気圏の外だから、雲がね、に隠れるじゃん。そりゃそうだよね。太陽もそうだし。そうだよね。それなのに雲に隠れないっていう。ということは、雲より手前にあるっていうこと？そうなのよ。めっちゃ近くにある。迫ってきてんの？月が。わからん。それ、ほんまな？月ホログラム説っていうのもありますし、それ出したらね、今地球フラットアース説が。流行ってますけども。そうだね。なんかそっちの方がちょっと、もう真実っぽくなってきてるよね。わかんないけども、最初からね、生まれた時から地球は丸くて、星は全部丸いって、それが当たり前ってね。ね、地球儀っていうのもできてるしね。そうよね。まさか疑いもしたこともない。でも見たことないからね、実際ね。そうだよね。本当にこの目で見たわけじゃない。映像や写真でしかないじゃん。それが本物であるかどうかなんで、わからないよな。いや、私が疑問に思ってたのはさ、すっごい速さで自転してるって習ってるじゃん。地球って、常に自転。そんなさ、回ってたらさ、振り落とされんのとか思ってたんよ。だから、重力があるから。重力って言ったら、だってさ、地球には重力あるかもしれないけどさ、例えば風船とか飛ばしたらもう重力なくなるじゃん。なのに、すごい勢いで自転してたら、風船がヒューンってどっか行っちゃうとかさ。そうなの？思わない。なんかアドバルーンとかもそうだけど、なんかすごい上に行ってんのに、そんなに動かんじゃん。そう言われると不思議なことも結構あるんだけど、だってすごい太陽って地球の遥か向こうにあるのに、なんで海に沈む？ええー、ってないうことがいっぱいあるわけよ。太陽は昔から海に沈むんだよ。でも地球の外の何か遠くにあるのに、海に沈む。海に沈んでるように見えるだけで、その、海には沈んでないじゃん。ただまあ見えなくなってるだけじゃないの。地球の影に隠れてさ、水平線のこう下に行くんじゃない？知らんけど。まあまあ、そりゃ考えても、
ね、一般庶民には分かんないんですよ。だから私宇宙のことを考えると、うん、もうなんか気を失いそうになるよ、うん、これがそんな考えたことない本当に子供の頃から、うんうんうん、もう小学校本当1年生ぐらいの時から、うん、宇宙のこと考えて気が遠くなるんよ。だけど考えずにおれん。あ、うん、だけど今の生きてる世界って、うんうん、本当にもう天ぐらいのちっちゃい中で繰り広げられとることで、うん、私たちがさ顕微鏡を覗いて、うん、まあ微生物とかさ見るじゃん、うんうん、それを、うん、初めて理科の時間に小学校で見た時に、うん、私自分がなんかそのミジンコだと思ったの。自分がだからでっかい、すんごいでっかい人が遠くから私らのことをじーっとこうやって見て、なんか動きおるわみたいな感じでずっとなんか監視されてるんじゃなっていう感覚がすごいあって。でもそれを先生に言っても言ったんだ言ったんよ、うんうん、だってもうどうしようもなくて、うんうん、そしたらなんかそういうことは考えるなって言われたのそういうことは考えそう考えたらもうなんか、うん、どうしようってなって気が遠くなるんだけどって言ったら、うんうんうん、じゃあ考えるなって言われたの、うん、でチーンってなって、うん、なんかこういう話って人にしたらいけんのかなと思って、うんうんうん、先生も分かんないよね、分かんないしね、うん、でもなんか本当にそうやって私らも見られとんかなっていう感覚はある。だからあのうち熱帯魚飼ってるんですけど、うん、ああいう水槽みたいにここに太陽を配置して、うん、ここに山や川や海を配置してはい、はい、こう並べて泳がせたら、うん、わーみたいな感じで誰かが見てるのかな、うんうんこの大きな部屋の中の地球が、うん、あのちっちゃな水槽みたいな、うん、そうかもしれない、そういう感覚、うん、って言われた時に、うん、あそりゃありえるなって感覚にはなった、うんうん、いやだから本当に天体とかさ、うん、冬になったら冬のちゃんと星座になるとかね、うんうん、そういうのもプログラミングされてね、まあ、簡単にできるでしょうね、できるんだろうね、うんだから宇宙がない説ってあるじゃん、うん、あるよね、あれはどう思う、うん、量子システムとかがあるわけだから、うん、なんかないって考えたらそれも違和感なんだよね、うん、そうなんです。宇宙エネルギーもないし、うん、私たちが宇宙とつながるっていうことももう矛盾してくるじゃん、うんうんうん、それは宇宙がない説は私はちょっとピンとこないんだけど、うんうん、私たちがいる世界の、うんうん、こんだけの周りの宇宙はあると思うけど、うん、その自分たちが今認識してるな、うん、宇宙、うん、でもその外にもまた何かあってとか、うん、そういう感じがする、うん、これなんか頭がくつくなるんで、この話すると、うんうん、人間ぐらいがその把握できるものじゃないし、なんか簡単にいけるようなところでもない、うん、次元がもそもそも違うっていうじゃん、うん、それをロケットとかに乗って、うん、そうなんだよな、簡単にいけるのかな、それはちょっとねよう考えたら、うん、光だったらね、うん、次元が変わってたらもう物体、うん、この物体じゃない、だってロケットって、うん、その物体はいけるわけないよね、うん、意識だけが行くとか、行くとかね、うんまあ、ならわかるよね、うん、そう だから意識、うん、肉体を、うん、あの脱ぎ捨てて、うん、意識だけがまあ宇宙に行くっていうのはわかる、わかるよね、うんうん、ね、何十年前かに月に行ったっていうことになってるけど、うんうん、それから行ってないし、うんね、そんなおかしいよな、一回行ったんだってどんどん行けるはず、そんならもう月旅行とか普通にできてても、できてるはずだよね、もうおかしくないじゃないか、うん、フラットアース説っていうのも流行ってるけど、うんうんまあ、やっぱ縁はあって、うん、縁が氷でなんか囲まれてるっていう説なんだよな、囲われてて、うん、その本当の真ん中の中心にこの、ね、日本があるとは言われてるんだけどね、うんうん、それも三重になってるっていうね、三重、うんうん、構造らしいと、うんうんうん、どういう構造なの、だから輪っかで輪っかでなってたよね、うん、そうそうそう、輪っかで境があってまた輪っかでこの説明が下手な私たち
そうそう。そうだから、うん、あの普通の惑星、木星とか、よそにあるんじゃなくって、うん、その同じ平面のどっかにあるみたいな。なそうそう。なってるのかな。じゃあその見えてる土星とか、金星とか見えるときあるじゃん。うん、火星とか。あれはもうだから作られちゃってるのかなとか。映し出され映し出されちゃってるのかな。だから月の後ろに雲が。そうだよね、それおかしいよね。だってさ、月ってさ、うん、あの大きかったり小さかったり見えない？見える気がするな。あれはなんか思い込みだよってなってんじゃん、うん、目の錯覚とか。え、絶対でかい時でかいじゃん、明らかに。イエアムーンの時とかすっごいもうでっかいもん。明らかに色おかしい時あるじゃん。あるあるある、気持ち悪いけど、うん、私一回めっちゃ赤い月を見て、パッと見て、うん、何あの月と思って、うんうん、ちょっと駐車場に止めて、うん、もう一回見ようと思って見たら、うん、もうなかった。うん、なんだそれ。どこにもなかった。え、じゃあそっか。もう今日から。どこ行ったと思って、すごいもう360探したけど、なかったんだよね。うん、っていうことを一回ありましたけど。私一回ね、お椀型の月見たんよ。半月ってさ、うん、こうなるんでしょ、うん、そうね、縦に。違うよ、お椀ないよ。ちょっと曲がっちゃってた。曲がった。ちょっとガンって当たったんじゃない誰か。そうか。こうやって見たんじゃなくなのに。違う。首が曲がってたのね。違う。いや、マジ。最近特にだって、おかしいんだよ。そういう経験ある人いますか、ね、システムがね、お金もらってないから、ちょっと、やってないかな。サボってんかな。お金もらってやってた。やってたかもしれない。プログラマーがいるかもしれないよ。そうだよ。どっかに。きっといる気がするわ。そちらがちょっとサボってきたか、皮が剥がれてきたみたいな。だから本当に私たちが思い込んでる一つ一つのことが全部違うかもしれない。かもしれないね。これ。だからさ、やっぱ子供ってめちゃめちゃ感性が自由だなって思ったことがあって、うん、うちのちょっと意識高い系長男の話なんですけどね、おうおう、地球上の人口はどれぐらいいるのって聞いてきたから、うん、70億人だよって言ったら、うん、え、それ誰が数えたのって言うよ、うんうん、そりゃまあ国の偉い人が数えたんじゃないって言ったら、うん、でもそれ間違えとるかもしれんよなって言ったんよ、うんうん、おう、すごい。そうだねって言って、そこを考え、間違えてるかもね、本当はもっと少ないかもしれないし、うん、私はある人には半分ぐらいって聞いたし、うんうん、そうなんだよ、ね、本当に誰が数えたのって感じ、ね、数えれるわけないですよね、うんうん、そう、うん、そもそもね、 C の国なんかはね、うん、もう自分の国の人口さえ把握できてないのに、そうだよ、そうなん、日本はね、ちゃんとね、戸籍とかあってまず調べれるけど、そんな国ばっかりじゃないからね、わかんないよ、わかんないよ、もう全部何にもかもわかんない、もう固定概念というものを捨て去っていかないと、うんうんうん、そうだね、もう何が起きても、うん、もうびっくりしない、いや、するけどね一応する一応するけど、それを受け入れる心の柔軟さっていうのは、あの子供たちの考えを見てて学ばされられますね、うん、そうだよね、うん、だから歴史とかも本当にもうね、何が頑張って覚えたのにさ、うん、全部嘘っていう、明治維新とか私好きだったんですけど、あの笹原俊さんとかが言ってたけど、うんうんうん、あの人塾のなんか講師かなんか先生なんよ、なで、うん、歴史とかどうするんですかって、うんうん、真実知っちゃってるから、うんうん、嘘だらけで分かってる、うん、いやもうあの、うん、真実教えたいんだけど、うん、0点になっちゃうのよ、そりゃそうだわ、全部違うからね。って言ってたわ。そうね、難しいとこで、ね、そこ。でもだからね、もういいんだよ、0点で、と思って。おうおうそんな嘘を暗記させられて、100点取ったところで、うん、そうだよね。何だったの？何だったの？高い金払って授業が、塾行ったりとかさ、学費払って、高い大学行ったりとかさ、で、それが全部嘘でした。そう、暗記ばっかりさせるから、うん、なんか考えれなくなるとかさ、ね、日本は特にね、うん、まあもうそういう大学とか多分なくなるよ、各地で寺子屋を始めましたっていう人がちょこちょこ出てきたよね、うんうんうん、ね、うん、
だから漁師のことをこうやり、うん、なったら、うんうん、その、ね、宇宙あるって想定してよ、うん、の宇宙的なそのシステムになったら、うん、一人一人のなんか個性が全部読み取れるんだって、うん、その漁師システムで、うん、だからその子に合わせた教育になるんだって。最高、最高だよね。うん、なんか興味あることを伸ばしてあげるっていう教育。うん。うん。気になってほしいね。暗記したって何にもならないじゃん。うん、そう、うん。何のクリエイティブもない。でさ、辞書とかもなくなってるじゃん。昔は辞書暗記したよ。うん、辞書暗記。分厚いの暗記したわけよ。うん、年表とかね。歴史年表とか。ピッて調べれば出てくるじゃん。うん、そうだよね。何だったんだろうね、あの苦労はね。そうだよね、漢字とかな、本当に小学生の子供たちが一生懸命やってるけど、うんうん、本当にこれ全部覚えんといけんのかなって書き順とか書き順どうでもいいよ間違えたらピンでしょそうだよ、うちのね、次男がね、うん、数字の9をこう書くよね、うん、下からこう書くの、うん、毎回ピンされて、え、こう、下から書くの、こうギュンって、そんなのどうでもいいじゃん。毎回ピンされて、こう、こう書かんと、うんうん、どうでもいいわ。何回教えてもこう書くやろ。そう書きたいから書くんじゃん。ね、そう覚えてるんだろうね。まあ、読めりゃいいじゃんと思うんですけどね。本当そうだよ。その分、得意なことを伸ばすためにさ、うんうん、時間使った方がどんだけ有効か。うん、楽しいしね。なあ、しかもさ、限られた人生じゃん。そうだよね、もったいないよな。そうよ、まあ、その辺をね、子供の個性を見極めて、何がこの子に合ってるかっていうのを親はひたすらこうサポートしてあげることが親の務めかなと思うんですけどね。だから教えちゃダメない。自分でなんか、あって気づいて、で、うん、行動するっていうことをさせていかないと、うんうんね、それ以上口出したらダメなんですね、うんうん、口も手も出さない、うん、見守る、うん、金出す後、うん、そう、金はななんかそれぐらいしかしてあげれんもん、ねね、それが親のやることですね、うん、そうです、うん、はい、っていうことで、どうしてこういう話になったの？宇宙の話から超移動場高いでごめんなさい。だって私たちお母さんなんで、ね、すぐ子育ての話に行ってしまってすいません。でも共感してくださる方もいっぱいいると思いますが、宇宙とつながる音浴会12月28大阪あの秋ございますので、29日のね梅田のあの、うんうん、目覚めた人ライブ。うん、もう100人のお客様も埋まってる。もう埋まっちゃった。もう入れないの？うん、うん、いいね、そういうイベントがこれからどんどん増えていくといいですね、うん、じゃあ1月です、うん、21広島、22久留米、23長崎、25熊本、26鹿児島、28宮崎、29大分、30日愛媛でイベントです。車で行きます。はい、ちょっと雪心配だけど、まあ、大丈夫設定ではい、はい、それでは皆様、うん、良い年末をお過ごしください。はい、ごきげんよう。またねー。